はい、どうも、百鬼にです。今回、ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。工作キットスパイスボックス。こちらね、価格550円の商品で、工作キットということで、まあこれからね、夏休みとかに入って、まあ工作のね、宿題とかがある、まあ小学生の時とかね、よくあったかなと思うんですけど、ダイソーさんの方でこういう工作キットがいくつか発売されておりました。そんな中で、まあ、スパイスボックスということでね、はい、キッチン周りとかでも重宝するし、キャンプ行く時にもね、こういう、まあ、スパイスボックスを加工して作られてる方とかも結構いると思うんですけど、うん、今回もこれ自作で作れる、まあ、スパイスボックスということで、まあ、カラーとかね、色塗ったり、はい、そのあたりも自分でオリジナルのまあ、カラーリングとかにね、塗ってしまうとかいう形で、簡単に組み立てれる工作キットの方が、スパイスボックス発売されておりましたんで買ってみました。棚の高さをお好みでアレンジできる、2段式収納ボックスということで、こちらの工作するための、まあ、キットなので、組み立てるというよりかはちょっと加工が必要なのかなというのはあります。はい。まあでもこういう感じでね、木の板とか、いろいろ、はい、セットになっておりますので、まあ、どんな感じになるのか、ちょっとこの後、作ってみたいなと思います。まあ、これはね、オリジナルの、まあ、キャンプグッズを作るのにも、すごく簡単に作れていいかもしれませんね。では、こちら、工作の方をやっていきたいと思います。はい、じゃあ、こちらをですね、ちょっと組み立てていこうと思います。まず、封開けますね。よいしょ。はい、セット内容なんですが、この長めの木材が2本、短いタイプが3本、あと、この棒状のものが2本、はい、それと板が1枚、あと釘が付属してて、サンドペーパー、はい、あと説明書ですね。うん、で、説明書にもあるんですけど、これ多分ね、統一して書かれてるかなと思うんですが、まあ、準備物として木工用の接着剤、金槌、電動ドライバーに木工用のドリル、あとキリ、クランプとかの重し、まあ、接着するとき用ですね。まあ、このあたりの道具は事前に準備が必要ということです。で、今回こちらの、まあ、組み立てに関しては、まあ、釘と、接着剤で留めるって感じなので、そうですね、木工用の接着剤と金槌だけ別途用意が必要かなとは思います。で、こちらが、まあ、磨き処理とかはされてない、まあ、ただのね、木材なので、ささくれとかがね、気になる場合、事前にサンドペーパーで磨いて使ってくださいということなんで、まあ、今回は一旦組み立てて、最後ね、気になる角とかを、ちょっとサンドペーパーかける形で組み立てたいなと思います。ということで、組み立てていきます。まずね、第一工程、上段の C の取り付け位置に直径6ミリの穴を開けてください。まず A ですね。A、これ、この板で、下段がね、ここに穴が開いてるんで、なんか一つ穴が開いてますね。だからここはいいんですよね。この上の位置を、まあ、自由に決めるみたい。うん、そんな感じですね。だからやっぱり木かドリルも必要ですね。これでいくと。うん、直径6ミリのドリルっていうのが必要になってきますね。あ、結構ね、思ったより、簡単な組み立てっていうよりはしっかり木工細工ですね。じゃあ組み立てて完成させたいと思います。はい、じゃあちょっとやっていきます。はい、ここはなんかもうボンドで止めるだけみたいなので、まあ、お好みでね、釘打てばいいかなと思います。釘も100均売ってるんでね、こんな釘買ってきて、今回はちょっと別で釘追加します。100均にこんな感じで完成しました。まあ、あとはここ、調味料を入れて、まあ、置いておけば、はい、スパイスボックスとして使えるかなと。あと、ま、これに色を塗って、まあ、ニス塗ったりして、オリジナルに加工すればいいかなと思うし、まあ、あと角とかはね、サンドペーパーかければ、
いいかなと思っております。意外と簡単に作れる感じで、ちょっとここのねドリルの穴を開けるのがちょっと大変かなという程度でしたね。はい、ということで、こちらのスパイスボックスの方は後で色塗って完成させたいと思います。こちらが、まあ、スパイスボックス550円だったんで、まあ、ちょっと追加でね釘打ったりしたんで、その釘も100均で購入しましたけども、こういう形になっておりまして、ジャンコードこちらですね。まあ、一応これ完成したサイズ感でいくと、縦が30、横がね23、はい、で、この間ですね、だいたい 13.8 ぐらい高さあります。 12.5 っていうところですかね、今回作ったのが。ここはね、まあ、そこは一定なんで、あとここのこの部分2段目の高さはご自由にという形で、今回僕の方は、まあ、センターラインに引いてその下になるようにね天板つけたんでこの位置ですけど、ここのね2段目のこの位置は皆さんご自由な位置でセットできるので、そこはいいかなという感じですね。あと幅ですか、奥行きが、だいたい7センチ、そうですね、約7センチぐらいの奥行きがありますので、でこれ2つくっつけたらね、ここに長板つけたら、はい、こう開閉式のねスパイスボックス、そんなのも作るの簡単にできると思うので、夏の工作だったり、まあ、オリジナルのキャンプグッズ作るのにいかがでしょうか。こちらがダイソーさん工作キットということで、ダイソーさんの方で販売されておりましたんで、まあ、気になる方はぜひダイソーの方探しに行って、この夏ちょっと挑戦してみてはいかがでしょうか。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。